んこんにちは、カプリです。今日もぐじゃぐじゃのカプリです。ですね、してたんだよね。この私 YMAX でやってるんですけど、昨日 YMAX の人に電話したんですね。どうしても Wi-Fi を拾わないってね、この Nexus7 とかも。そしたら、今まで行ったことなかった、何遍か電話したことがあるんですよ、熱を持つって。この YMAX のこれね熱を持つって、それとか繋がらないって言って電話したんですよね、何遍かね。その時何も言わなかったんですけど、昨日電話した人にが、電波が悪いところだって。今更なんだよって思ってね、もう今更何本当にもうやだよ。今更言われても困るよね。美和さん、こんにちは。今日梅雨入りしました。雨ひどそうですね。梅雨明けしたら暑さ本番、水分補給で乗り切りましょうね。そうですね。あ、すごかったよ昨日の雨は。本当にすごかった。警報出てたもん。本当、ひまわりさん、よかった。今日コメントはさすがに疲れてしまうかなと思っていたので、コンビニで5分雨の気合を入れていくと、コンビニまでの5分雨の気合を入れていくという話に笑ってしまいました。そうなんですよ、よしって言いながら行くんです。私、カプリさんを見ていると明るいから ご病気というのを忘れてしまいます。モノマネされている動画もありました。またたびたびお願いします。そうなんだよね、笑ってるからね。病気なんだよ本当はね。とユンさん、やっと最近のアップロードが見れました。ツイキャス話したものです。ここでは名前を言わないでください。ダイエット頑張ろうね。またツイキャスで。誰かわかんないんだよな、これが。名前を、誰かわかんないんだよね。しょうがない。なんかのメッセージで伝えて。コメントありがとうございました。今日も姫引きです。今日今11時50分です。いただきます。姫引きばっかりです最近ね。ツイキャスやってると、ツイキャスの人とこう YouTube の人とこう、まあ YouTube の見てくれてる人がよく来るんですけど、よく来てくれるんですけどね、ごちゃごちゃになってしまっちゃっていけないよね。また今日これアップするの午後、電波悪いのにね。電波悪いって言われて
はあ？そんなこと一言も言ってないですよねっていう感じだったんだよね。電波悪いところなんだって。じゃあまたタタタタってまた行ってきましたよ、コンビニに。今日は晴れてますけど、じゃあまた皆さんがね無事でありますように祈っております。いつも祈っておりますよ。じゃあまたレビューします。じゃあコメントありがとうございました。じゃあね。